はい、こんにちは、新選組に、伊藤貸太郎役で出演させていただきます富森ジャスティンです。そして今回新選組ということで早速この新選組の発表を回ってるんですけども、初めてお仕事で新選組をやるのでちょっと身が引き締まる思いで憧れていたのでちょっとめちゃめちゃ嬉しいです。今撮影だったんですけど、刀を今日初めて振りまして、今まで僕自身がそんな刀を振る経験もなくやってきたんですけど、今日いきなり刀を振ってほしいと言われて振ってみてすっごい楽しかったです。ちょっとね、舞台上でどれぐらい刀を振るか僕にはまだ3つ強なんですけど、バンバン振っていきたいと思っています。で、そうですね、今回伊藤貸太郎役ということで、新選組にとっては敵なのかな、敵、もちろん対立する人ということで、そういうのを出していい感じにやっていけたらなと思います。